皆さんこんにちは、ゆとなみやです。今日はいつもとはちょっと違って、コロナが今後どうなっていくのかについて占っていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは簡単にですが説明させていただきます。コロナについて見た時に、今8月と9月が地獄、破滅、崩壊と出てまして、今が本当にピークなんかなと感じました。で、12月ぐらいに落ち着き始めるか、まだ今の地獄が続くかっていうのを、2パターンの未来が両方見えてて、2パターン見えてるってことは今が分岐点っていうことなんですけど、多分今2学期が始まろうとしてるタイミングだと思うんですけど、この2学期を普通に再開させるか、それともちょっと休校させるかによって、その12月にどうなってるかっていうのが変わってくるのかなと思います。その休校にすることによって、それは困るっていう方もたくさん出てくるとは思うんですけど、もうクラスターがすごいたくさん出るっていうのは、もう多分私が見なくても皆さんすごく分かってると思うので、やっぱり命が一番大事なので、できれば休校にした方がいいと思います。なんかニュース見てると1週間だけ休校とかで言われてるところがあるんですけど、1週間じゃあんまり意味はないかなと思います。全く意味がないこともないと思いますけど、やっぱり1ヶ月2ヶ月ぐらいは休校にしないと厳しいかなと思います。もしそこで、まあ、でも政府はもう一斉に休校要請することはないって言ってるので、地域によってバラバラになると思うんですけど、まあ、休校する地域が増えれば12月落ち着き始めると思います。で、休校がなくてこのまま普通に2学期が始まってしまったら、12月まだ地獄ですね。今のこのピークの大変な状況が続いていくと思います。2学期が始まってから、そのクラスターとか子どもたちの感染が増えてから、休校などは考えましょうみたいな地域もあるみたいですけど、そのクラスターしてから対策しても手遅れなので、そうならないように今から対策するべきだと思います。来年の、早かったらなんですけど、2020年の2月3月頃にちょっと希望の光みたいなのが出てるので、その頃に新薬だったり、ちょっと治療する何か救いの手みたいなのが見え始めるのかなと思います。遅くても来年の2020年の秋ぐらいには大きな対策だったりが行われて、もうかなりの落ち着きを取り戻し始めると思います。で、キーになってくるのがワクチンか新薬とか治療薬かっていう話なんですけど、ワクチンはもちろん打てるんだったら打った方がいいとは思います。私はちなみに打ってなくて、まだその順番が回ってきてないっていうのもあるんですけど、まあ悩んではいます。ピアスとかも失明するかもしれないって言われてた時代なので、ピアスも開けたことがなくて、なのでワクチンもその副作用を考えるとすごく怖くてビビってしまうところはあるんですけど、まあ、重症化防ぐとかいろいろメリットもたくさんあるものなので、
すごく悩んではいます。なんかワクチン絶対反対とか、もう絶対ワクチン打った方がいいとか、そういうわけではないです。そのワクチンよりもやっぱりキーになってくるのは薬、治療薬だったり新薬だったりになるので、この今すごいワクチンワクチンって言われてますけど、それよりも薬の方が重要になってくるので、こっちにもすごく力を入れてほしいなと思います。この鑑定結果だけで言えばなんですけど、来年の2020年2月3月頃には希望の光が出てるので、あと半年ぐらい、あと半年ぐらいをどうにか我慢して耐え抜いて欲しいなと思います。なんかもう買い物とかも行けなかったり、私も冷蔵庫の中とかすごい一気に買って、すごいパンパンになって安心しきってたら、もう今スカスカで何食べて生きようぐらいギリギリの、もうなるべく外に出ないような生活をしているので、宅配を頼むのもなんか段ボールにもついてたらどうしようとか、なんか変に神経質なところがあって、なんかアルコール振っても取れんのかなとか考えてたら、一体どうすれば状態で、なんか洗剤とか柔軟剤はちょっと水で薄めて使ってる状況なんですけど、まあ、そこまでしろとは言わないですけど、もう本当に油断せず十二分に対策して、あと半年間みんなで耐え抜きたいなと、頑張りたいなって思います。みんなで頑張っていきましょう。もっとなんか明るい声で言えればいいんですけど、なんせ小声なので伝わりにくいかもしれないですけど、希望の光が出てからはどんどん状況が良くなっていくので、とにかくあと半年間みんなでもうちょっと我慢して過ごしていきたいなって思います。鑑定結果は以上になります。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回も見ていただけたら嬉しいです。